どうもー、影やんです。今日はね、今ね映ったようにですね、初の、料理というかそのやつ、料理をしたいと思ってるんですね。まず、豚肉と茄子のおろしポン酢炒めというね、おかずラクサイというね、Sフーズのね、商品を使ってね、料理をしようと思います。いつもね、こう、結構ある程度こうやってきたんですけども、新しいもんをちょっとやりたいなと、ちょっと違うことをやりたいなと思ったんで、コスモスというね、ドラッグストアですね、そこで、食料品を買うんですけども、そこで、探してたら、こういうのがあったんでね、今週からこれを、ちょっと S フーズの、この、商品を使っていきたいな、というふうに思って、やっております。ということで、結構酔っ払ってますね。酔っ払ってます。ちょっと、ウーロン杯というか、焼酎のウーロン割をちょっと飲みたいと思います。今結構ね、ストレートのウイスキーっていうか、バーボンと、ロックのバーボンと、ハイボールを2杯と、それと、焼酎のウーロン割を1杯飲んで2杯目ですね。焼酎のウーロン割の2杯目と、そういう感じになってるんで、まあまあ酔っ払ってるっていう感じになってます。そういう状態で料理をさせていただいてですね、今作ってるところをこう見せてるんですけどもね、今回はね、豚肉と茄子のおろしポン酢炒めということで、作って、もうね、家族には食べていただいてですね、結構うまいぞということをこうそういう感想をいただいてるんでね、まあ良かったなというふうに思ってるんですけども。茄子を使うと。茄子っていうのはね、結構油を吸い寄るんですね、油をね。だから結構油を多めにこう炒めとくというか、多めっていうことをそこまで意識してないですけどもね。茄子は結構油を吸うかなという感じがしますね。今、マーがあったんですけども、お酒を飲んだマーですね。お酒を飲ませていただきました。結構ね、いい気分ではあるんですけども、まあまあ、酔っ払ってるという感じですね。この録音が終わったらですね、僕は今作った料理を食べてですね、録画した、テレビ番組を見るという。流れになってると。録画した流れ、食事するときはね、結構お笑い番組かバラエティ番組をこう、見てですね、笑うという形ですね。それをさせていただいております。ということですね。相変わらず、包丁さばきはですね、ど素人のさばきではあるんですけどもね。こういう感じでさせていただいております。ということですね。茄子は3本ですね。2、3本の茄子を、使ってくださいという、説明書きがあったんですけども、っていうかあったんでね、3本の茄子を、切っているという状態ですね。で、あと玉ねぎを切るという作業が残ってるんですけども、そういう感じで、茄子と玉ねぎがあったら、豚肉と茄子のおろしポン酢炒めが出来上がるという、ことですね。便利でですね、こういうもんが、簡単に料理できるということでね、家族の助けというか、家族はちょっとまあ、手抜きというかね、料理せんで時間が作れるんでね、僕も、休日の日ぐらいはね、こうやって料理をさせていただくという形をとっています。ですね。酔っ払ってるんで、なんか頭が回らないですけども、
まあ料理っていうのはね、こういうこれはねもうものすごく簡単なことで、僕のど素人な僕ができる、ただ炒めるだけと、ちょっと切って炒めるだけという、今こうなんか映してますけども、それ中身ですね、豚肉のおろしポン酢の、なったやつをあれ、あとこれは、ウーロン割りですね、焼酎のウーロン割りを飲んでいると、でこれから炒めていくという形を取る感じですね、なんですけども、ちょっと、ウーロン割りを飲ませていただきましたということですね。まあまあね。あと玉ねぎを入れると。玉ねぎを入れる感じですね。で、これがしんなりしたところで、味付けがもうしっかりついたやつを、入れるようにという説明書きがあったんで、それまでは炒めるという形をとっております。ですね。ちなみにうちはオール電化ですね。オール電化体に良くないねみたいなことを言ってあるやつもあったんですけども、オール電化でまあやっておるという形ですね。これをまあ今更変えることはできないんで、それで、今ね、ちょっと説明書きをもう一回見て、どういう感じやったかなという確認をしているというところですね。料理、これ料理とは呼べないんですけども、これで、家族が助かるんであれば、まあいいかなというふうに思っております。まあまあ、こんなんね、もうど素人でできるような料理なんでね。ただ、味に関してはね、こういろんな人がこう、会議してというか、こう吟味して、作った味なんでね、そこそこの味になってるっていうふうに思うんでね。それに僕は乗っかるだけという形ですね。で、この S フーズさんは、来週からもですね、いろいろ加えていって、こうやっていこうかなというふうに思っております。ですね、これをこう作りながらですね、ちょっとね、お酒がこう進んでるんで、ですね、ちょっとしょんべんに行きたいかなっていう気持ちをちょっと持ちながらですね、料理を続けているという、僕の状態ですね。僕の状態はそういう感じですね。で、こう喋りながらですね、僕もこれを喋りながらお酒を飲んでるんでですね、トイレが近くならなければいいかなというふうに思っております。ちょっと心配してる。まあ心配してるっていうほど、お酒を飲んでるんでね、そこまで心配してないんですけどもですね、ちょっとそういうことを言ってみたいかなという感じではありますということですね。今お酒を飲みましたですね。で、料理をしながらお酒を飲むっていうのはなんか気分がいいですね。なんかふわーっとして気分がいい。それで料理を作るっていうのはね、なかなか面白い、作業になるかなというふうに思っております。で、これを取りながらですね、ちょっととお酒を飲ませていただきます。ちょっと空間、黙った、状態になりますけども、ご了承ください。ちょろっとね、お酒を飲ませていただきました。ありがとうございます。まあまあ、今、これはね、家族に何かを質問しに行ってね、何か答えが出てまた戻ってきてるという時間でしたね。で、今こうやってしんなりするまで、炒めるという感じですね。誰でもできる行為をですね、させていただいております。まあ、持ちでええんちゃうな。でもね、だいぶあったかなってきましたよね。もう半袖でね。作業するのが全然もう普通になってきて、半袖短パンという、姿でですね、料理をさせていただいております。
これからどん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 暑くなっていくんですけどもね、まだ5月でこの暑さっていうのはね、これからどうなるか、おーっとまたね、飲むというね、お酒を飲むという行為を、しておりますね。まあそら飲むやろ。今の僕の、思いとしては、そらお酒飲みながらやるわいな。そら隙間あったら飲むわいな。そら飲むわいな。そら酒飲むわいな。何回も言いますけど、酒は飲むわいな。休日なんやから酒は飲むという形ですね。そういう感じではありますね。そういうことですね。で、ここでですね、野菜がしんなりしてきたんで、ソース入りの具を入れる。具っていうのは肉ですよね。豚肉を入れるという形をとっております。で、これで軽く炒めて、出来上がりという感じですね。ほんま非常に簡単な、料理をさせ、料理と言えないですよね。料理と言えないようなものを、させていただいてるという感じですね。でもね、僕ちょっと考えたんですけども、料理人ってすごいなと思いますよね。こういう出来上がったものを僕はちょっと作るだけやから簡単なんですけど、料理人っていうのはすごいこう、創作してですね、オリジナルを作るというの。こういうことはね、すごいですよね。ようできるなと思いますよね。だから、そういうもんにね、高いお金を払うっていうのはね、なかなか、それなりに価値があるもんやなというふうに思いますね。今お酒を飲みましたね。何回飲むんやっていうことでもあるんですけども、何回も飲みますという感じですね。ということで、もう12分経ってるという形ですね。まあ今はもう便利です。この200円ぐらいでね、ですね。おーっと、もう皿を用意してですね。豚肉とナスのおろしポン酢炒みが、完成し、完成しましたね。完成してですね、皿に盛ってという形ですね。皿に盛って、もう何してんのかな。全部を入れてですね、完成ということですね。なかなか家族の反応は良かったんで、いいかなというふうに思います。で、続いてですね、これは定番ですね。うちの家族では定番になってる酢豚ですね。酢豚を作っていきたいと思います。もう簡単なんですよね。玉ねぎを切って炒めて、具を入れて炒めて、ほんでソースをかけて出来上がりという感じですね。それがもう何回も酢豚やってるんでね。で、酢豚っていうのはなかなか味としては強いんでね、後半に回すことに今回からしましたですね。フライパンをね、それで酢豚で使ってその後入れると酢豚の味が残ってしまうんでね、最初に今日の場合で言うと豚肉とナスのおろしポン酢炒めを作った後に酢豚を使うという形にさせていただきました。先週までは先に酢豚を作ってたんでね、酢豚の味がちょっと、フライパンに残ってるっていう形になってたんでね、ちょっと味が、移ってしまうという、ことがあったんで、今回からそういう形をさせていただいております。で、この玉ねぎを、切ってた時にね、ちょっと、目に染みる感じがありましたね。さすが玉ねぎですね。前までそんななかったんですけど、やっぱ玉ねぎの切ると、目が染みて涙が出るまではいかなかったんですけど、そういう感じがあるんやなというのが、改めて、今回で分かったと。今回でというか、今日分かった感じですね。やっぱり玉ねぎっていうのは、目に染みるという感じですね。なんかゴーグルをして、玉ねぎを切る人がいるっていう、そういう
お笑いとか笑い話みたいなものがあったんですけども、知ってる人いますかね。だから染みないためにゴーグルをするんですね。あの水中ゴーグルですね。あの水泳の時に使うゴーグルをして、料理をするっていう人も、中には昔はいたと。今はちょっとよくわかんないですけども、そういうのが、漫画であったり、しましたね。で、玉ねぎがいつの間にか切り終わってですね。で、中身のこう、豚肉とですね、豚肉をこう、一緒に炒めていくという、形ですね。形になりますと。ちょっと、休憩じゃないですけども、お酒を飲ませていただきます。あー、うまいですね。うまい。お酒はうまいと。ということで、ちょっと、これで炒めていくということで、今日はね、あんまりしょんべんが、行きたいなっていうところまで行かなかったんで、ありがたいかなというふうに思っておりますけども、どん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 炒めていくという、行為をしておりますね。炒めていくんですね。それが、炒めていくと炒まっていくと。炒まっていくことによって料理が進んでいくということですね。いいですね。こういう簡単な料理でね、料理ができるっていうのはね、本当にありがたいことですね。ちょっとまだお酒を飲みます。これは、何してるんでしょうかね。なんか、作業してたんですけど、ちょっと、お酒が入ってたんで、今も入ってるんで、思い出せませんね。思い出せませんけども、なんかこう、やってることがあったんですね。なんかやってることに、あ、そうですね。あの、ニラシューマイをね、これに加えてニラシューマイを今日はやろうということで、ニラシューマイの準備をしてるんで、ニラシューマイはですね、レンジでチンする形のやつなんで、それの準備をしてるということで、僕が、画面に映っていないということですね。ニラシューマイは、まあ、うまいというふうに、家族が言ってたんで、よかったかなと。一回どうかなという感じで、ああ、それの、そのレンジの準備が終わって、お酒を飲んで、いるという形ですね。というところになりますかね、という感じですね。なかなか戻ってきてないですね。またなんか作業してるんかな。ああ、今、ニラシューマイの、中身というか、あの、皿というか、その、あれをね、器を、ゴミ箱に捨てたという感じですね。で、この時に炒めた、酢豚の材料をこう見てるんですけど、ちょっと焦げた感じがあったかなという感じ、ちょっと離れすぎたかなという感じがあったんですけども、まあまあ、順調に出るかな。順調にっていうのは、力で任せというか、今適当に言ってる感じですね。というところですね。で、作っていく感じなんですけども、まあ、酢豚はね、まあ、親父が好きでね、酢豚うまいやんということで、毎回酢豚を作る形になりますね。そのために玉ねぎが必要なんで、玉ねぎは、常備してるという感じですね。どうもね、道の駅に行ってですね、道の駅の野菜が結構安価で売ってるんでね、玉ねぎを買いました。なかなか、道の駅混んでましたね。草津の道の駅やったんですけど。混んでたかなという感じで、まあみんなやっぱりそういう解体衝動というか、
まあまあ解除されたんでね、今日さっきのニュースで、滋賀県は解除されたんで、まあまあいい感じ。おーっと、また酒ですね。酒を飲んでるという感じですね。この間は、お酒を飲ませていただきました。あともう完成ですね、ソースを、入れさせていただくという感じになってます。感じというか、まあ入れさせていただいているというところですね。でソースも、まんべんなくね、無駄がないように全部入れるようにして、でこれから炒めていくという感じですね、うん。結構ね、これうまいっすよ、うん。やっぱり考えて作られてるんで、ね、結構うまいかなと僕は思いますね。なんか誰かがこうコメントでこれまずいやつやな言ってはったんですけど、全然僕はうまいなというふうに思うんですよね。あとこれはストレートですね、バーボンのストレート、アーリータイムズをストレートで今飲ませていただきました。でアーリータイムズはバーボンなんでロックがいいっていうことを聞いてるんで、これからロックで飲みたいと思います。あとここで、ウーロン割りですね、焼酎のウーロン割りを飲むという形ですね。ということで、もう完成に近づいてるというところですね、うん。この料理、もうなんかボワーっとしながら料理をするっていう感じですね、うん。なんかこう、ふわふわした感じで料理を、仕上げていくという、料理で呼べるもんではないんかもしれないんですけど、作らせていただきました。ということで、酢豚完成です！ありがとうございます。今週は以上です。